ございます。はい、というわけで今回はですね、なんとこの放送業界のトップのクリーンさを誇るこの NHK になんとお呼ばれしたということでですね、おい、いよいよ YouTube 大丈夫かと、いや、テレビ大丈夫かと、うん、言わんばかりのね、ことなんですけども、テレビの人といえばなんか YouTuber をちょっと小バカにするようなことって多いじゃないですか。 YouTuber って楽して稼げるんじゃないのみたいな感じで世間はちょっとテレビの人はね放送することが多いと思うんですけども、まあ、今回はそれをちょっと逆手にとってですね、あるドッキリを電眼さんに仕掛けたいと思います。そのドッキリっていうのがですね、もしも NHK が YouTuber に神対応したらどうするのかドッキリ、イエイ。今からね NHK さんの企画会議とかがするんですけども、その時にもうめちゃくちゃ待遇がいいと YouTuber に対して。それではメイクティットパスボーイズ日本放送局、日本放送協会か、ごめんなさい。失礼します。失礼します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、今回は遠いところからわざわざ教えていただきました。ありがとうございます。いや、なんでまた我々というか、まあ最近、まあ近年ですかね、若い視聴者が離れていってるという現状がテレビ離れってめちゃくちゃ言われますもんね。で、じゃあ彼らが何を見てるんだっていう考えた時に YouTube を見るようになったと。まあその NHK さんの教育系って多いと思うんで、うん、基本的には僕らは性教育っていう分野にやっていこうへん、うんまあ、そういう時もあったけどね。そうですね、そういった括りもですね、やっぱりその YouTube が好きな層には必要なんじゃないかと思ってます。なるほど、なるほど。なのでなるほど、どちらかというと尖っているお二人っていう。おー尖っているとはな結構ご覧になられてるってことですか。じゃあ、もちろん拝見しております。拝見した上でNHK の方にも見られてる意識をちょっとこれからも俺が忘れたら俺は何も取れない。電話さんが髪を染めた経緯も全部知っておりました。おー、すいません、なんかお茶も出さずに。いや、全然大丈夫ですよ。ちょっと全然大丈夫ですよ。すいません、いろいろ新鮮なんですけど。ちょっとお二人の紅茶を用意しました。お願いします。ちょっとガチすぎません。ここまでガチのおもてなしされたことないですよ。あ、はい、いつもやってるっていうほどでもないですけども、まあ、お二人にはなんかそういうふうに扱われている現状がどうなのっていうふうには思ってます。いや、ちょっとこれはちょっとどうなんですかっていう、口に合うかどうかはちょっと。いえ、なんか本日の茶葉はオーストラリアのメルボルン産のアールグレイを使用しております。はい、ありがとうございます。アールグレイ、アールグレイ、アールグレイ、結構日替わりとかそういう感じですか。そう、アールグレイ。まあそれでいろいろですね、基本おられるって形ですか。あ、そうですね、ですね、はい。これおかけになってくださいって気にせずに。空気感がちょっとすごい気にせず。僕としては例えばなんでしょうね、まあ、企画1個出すんだったら、うん、なんかこうそれをどう、例えばご報告、しばらく放送休みますみたいな。それはいや面白いと思うんですよ。だからそれをやるとすると許可は取れるよね。でもそうです、許可取れるんですか、それ。いや、まあもちろん持ってき方によりますから、ね。あ、そうです、まあ、ちょっとその時にお二人も協力してるかもしれない。プロデューサーというかそのがんこちゃんってあるじゃないですか。だからざわざわ森とかついてるんで、なんか森ってこうどうなんみたいなところそこそこざわざわってどっちかというと都会の喧騒だと思うんですよね。はい、だからざわざわ都会の柔軟ちゃんみたいな、はい、どうですか。あ、でも尖り具合としてはそのぐらいがちょうど良いのかもしれないですね。そうですよね、いい確かに、ありますよ、夏くらいの。あ、なんか逆にタイトルしか分からないから、ちょっと炎上とかした方がいいんじゃないですか。NHK の、多分若者的になんていう価値の高い放送局だっていう認識がないのがまず問題というか、トレンドに乗りやすい言葉が NHK にはないっていう風な多分先入観があるんですよ。なるほど、なるほど。ほんまの分析するやん。でもそうですね、ほんまの分析してねっていうイメージがまず で、それがあるんで
どうせつまんないだろう。モニタリングみたいなのもやってみたらどうですか。例えばですけど、なんかそういう例えばですけど、はい、なんか、はい、そうですね、お酒まあもうお酒そうですね、狭いんですけど、すいません、もういいアイデアを出していただくためにうわそうなんです、リラックス多少もリラックスしたいところですけど、あ、そうです、そうっすか。赤でよろしかったですか。全然大丈夫ですか。僕はまだ大丈夫ですけど、青でも大丈夫です。フランス、ボルドー産、2012年もののワインになっております。ボルドー、はい、ボルドーして、ボルドーお口に合うかどうかわからない。ごっかち飲んでいいんですか。あ、どうぞどうぞ。もちろんです、はい、じゃあ無理せず。我々は、まあ、仕事があるからね。そう、会議ですから。会議中にこういうことってあるんですか。まあ、結構ですね、こうやって何か考えるときっていう、一番尖ってますよ、これ。これですか。ほんまのお酒や。あ、よかったです。よかった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 。いや、本当にあのゆくねゆくねんくるねんっていう単語になりました。本当はゆく年やけど、俺らはそれを年でパロディしただけで、それはほんまにゆくねんくるねんっていう読み方でいいんじゃないかなって思ってて、パロディに寄せていく。なるほど。逆に、なんていうか、いや、ゆく年いい、なんかあるけど、なんか強いのやってる。すいません、ちょっとすいません、開けるのに時間、気にしないでください。すいません、そういった意味でガンコちゃんとかね、恐竜なんで、そろそろもうちょっと進化して人になっちゃったっていう、全員で一旦氷河期の回挟むってことね。ああ、そうっすね。そうそう、ガンコちゃん一旦氷河期挟んでいいな。なるほど、ステップ踏んで超適当な感じで、もうなんか草食べてみたとかいいんですよ。ああ、まあそう、ほんま逆に見るかもしれない。ほんまに逆に見るかもしれない。もう今まで積み上げてきたものを一旦忘れ、そうです、もうゼロから極端に落としてみる、あえて。でもニュース番組、NHK の欄がニュース、ニュース、ニュース、草食べてみたいな、ニュースやったと思う。ちょっと、何これってなる。何やった、明らかに異質やから。確かに明らかに異質、まあ、見るんじゃないかなって気しますよね、若い人が。確かに。そういえばお二人、お昼まだですかね。いや、一応食べてきました。食べ物もあるので、よかったです。食べ物あるんですか。よかったもん、ちょっとせっかく赤ワインもあるので。ガチすぎません、ね、ガチすぎません。今日は特別、あ、今日は特別なんですね、はい、特別って言われるのに、僕らっていうのはちょっと僕はちょっとうろたえてますけど、今現状。いやそう言っていただけるのは嬉しいんですけど、せっかくなので、はい、せっかくなので。まあオリンピックに向けてはやっぱ何かやりたいですよ、ね、いや、それ多分やった方がいい、ね、若い人もやっぱりそこは絶対見ます。若い人もいますもんね、はい、失礼します。うまそう。あの、こちらうまそう。え、これガチっす。神戸牛のフィレステーキ。神戸牛、神戸牛、確かに神戸牛美味しいっすよね。まあ赤ワインだね、せっかくなんで、お肉も一緒に。美味しい。よかった。あ、よかったです。めちゃくちゃ美味しい。お母さんと一緒とかあるじゃないですか。はい、ずっとやってます。なんかお母さんと一緒じゃなくて、もうおじさんと一緒っていう番組に変えてしまって、もうなんか全員おじさんたちに着ぐるみ着させて、はい、おじさんこっちだよって、こう水着のお姉ちゃんって、そういうのをこう、あ、水着のお姉ちゃんになるんですね、あのお姉さんが。お姉さん、めちゃくちゃくないですか。良いですね。面白いですね。逆になんでやらないのかっていう。なるほど、いや、それは発想できてなかった感じですね。おお。なかなか、だってこれを NHK の中で考えられる人いない。ないですね。ですよね。いや、本当にいろいろ、そうですね、だいぶ変わりました。ありがたいです。ありがとうございます。さすがです。まあ、こんなところですかね、今日のところは。そうですね、はい、はい、というわけで、NHK の人が YouTuber に神対応するドッキリでした。はい、ということで50分お疲れ様です。途中から分からんかって、めっちゃ見てくるドッキリかと思って。めっちゃ見てくるドッキリ。めっちゃ見てくるね。めっちゃ。それは気づいてなかった。実はずっと睨んでる。ずっと俺のこと睨んでるドッキリから。で、実は夫婦ドッキリとかかなって。目線はこっちに。実は夫婦ドッキリとか。謎すぎるやろ。ここなんかあるぞってなって俺な。だっておかしいやん、どう考えてもこいつ。おかしい。だから俺らのクソ企画も全部肯定してくれるから。いや、だからそれ何それってなったよ。って思って、俺なんでってなって、俺ちょっと焦ってたから、そっちで。俺どっちで焦って、俺めちゃめちゃ無礼だったけど、ベンガンさんも俺なんか、あ、これ言ってもいいやって思って、ベンガンさんも結構乗ってくるかと思ったんですよ。あ、はいはい、案外やっぱ真面目なんで。分かれましたよ。めちゃめちゃソリューションをちゃんと言ってくるやんみたいな。バランス保とうとしてるな。そう、あのメルボルンさんとか嘘っすよね、あれ。
あれ嘘っすよ、ね、あ、でもそこは本当にあれ本末か、アラベルみたいなのをそのまま受けた時物に関しては、あ、そうなんですね、シャトーって書いてある、紅茶は嘘です、え、やっぱり、やっぱり、やっぱり、だって、だって、だって普通のお茶やもん普通のそこ自販機のお茶、やっぱり、やっぱりね、自販機なんか、夫婦で一緒に頑張ってる時なんで聞くの、聞くの、共同作業っていうことで、あの共同作業夫婦に見えるで、実は結婚式ドッキリとかも考えてたよ結婚式を会議室で、ああ、で、長谷川が実は結婚式されてるからええ、高度な、それすごいですね、想定すげえな、いや、これで結婚式やったらめちゃめちゃ可哀想やで、なんか一応、ケーキ入刀みたいなあるじゃないですか、はいはい、あれをあれでやってんのかなって二人で見立て、いろんなものを見立ててそんな想像力働かしてるのあ、だからその発想おめでとうございますっていうか、お前たあれであの瞬間あれで、はい、番組をその YouTuber の2人絡めて作りたいっていうのは実は本当に進めたいこととしてあるんですよ。今のところ予算としてはですね、そこに2000万見てるんですよ。え、なので YouTube を半年間やめて、はいはい、テレビのことをずっと考えています。